ビファイボーカルスクール講師のみっこです。もうね、家にいる時間がほぼほぼ最近なくてですね、撮影ができる時間がございませんということで、また車の中から失礼しております。昨日12月14日私ライブだったんですけど、来月1月21日にビビファイボーカルスクール発表会が開催される会場で昨日ライブをしてきました。いよいよね、来月に迫ったので、どんな会場なのかっていうのね、気になってる方もいらっしゃるかなと思ったので、ちょっと軽くね撮影してきましたので、ぜひご覧いただきたいと思います。そんなね、来月発表会が行われます、越谷アビーロードさん、すごくね素敵なんですけれども、イギリスといえば、まあ、ビートルズですよね。ビートルズが好きな方なんていうのはね、行ったらもう大興奮するような会場内内装になっておりますので、私はビートルズが大好きなので、もうすごく居心地のいい空間でありました。そんな感じで、本当にねライブハウスっていう感じです。バーっていう感じよりもね、私はライブハウスだなっていう空気というかを感じますので、ぜひ発表会前に皆さんご覧になってみてください。越谷蒲生駅にありますアビーロードさんでライブ、そう、来月こちらで発表会が行われますということで、今日の出演者がね後ろにいます。一番手前が岩渕聡太くん、そしてその後ろが重田元希くん、そして一番後ろが星野香織ちゃん。あのね、ボイトレ YouTube では星野香織ちゃんとは対談動画も上がってますので、そちらもチェックしてください。口が回らないということで、ちょっと中の方も映させていただきたいと思います。後ほど。今リハーサルでは今日出演の歳三さんが歌っております。僕も大丈夫です。はい、本番よろしくお願いします。よつぞです。本番よろしくお願いします。お願いします。続いて大丈夫です、はい、こちらが入り口です。こちら入り口、左側の扉を入ります。今日はもうオープンしております。あ、してないのかな。息を吸って息を吐いた今ここにいる証で、あの頃振り返る世界が終わる頃、僕に見せて欲しいよ。ねえ何様、君を奪わないで、やっと見つけたんだあの景色を。ねえ神様、君を描いてく
何気ない毎日がありふれた生活が僕にとって素晴らしい愛すべき日々変わる運命は限られた人生でいつか消えてなくなるその時まで回っていた。ありがとう。回ってゆく。みんなラユラグロウソクの火。いっぱいな夢にも震わせてた。月日が過ぎ去ってゆくたび、また。はみ出すように手繰り寄せた思い出がうくと照らすんだ。ギザギザもっと棘の部分で腐らない柔らかい何かが欲しいから、そばにいたい、そんな期待するのやめ方じゃえてぬくもり一つできっと泣かせちゃうくらいなのに、ほらだんだんまただんだんぐっと狭くなる日々。 Wow, wow, wow. 乾いた空、落書きしたみたいな想い、よどんだまま夜で塗りつぶし、言葉ひとつできっと収まるこの痛みに、俺はどんどんまたどんどん落ちて見えなくなる。本当の怖く
はい、こんな感じで、来月2024年1月21日日曜日、カオリンとね、生徒さんでもあるカオリンさんと一緒にね、共同企画で、このボイトレ発表会開催されます。ぜひね、生徒さんはどういう会場なのかワクワク待っていただきたいのと、あとは遊びに来ていただける方、お酒がガンガン飲めるライブハウスでありますので、ぜひね、飲みに歌を聴いて楽しみに来ていただけたらなと思います。ということで、また来週お会いしましょう。チャンネル登録お願いします。みっこでした。またねー。